こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2020年の12月25日、ちょっと26日になったところですね。0時ちょうどです。現在の枝コインの値段は、16.43 円ですね。はい。一時ね、だいぶ下がりましたけど、また戻していきました。チャートの方ですけど、これ15分足は一旦、17円を超えてですね、今 16.4 円まで落ちてきたというところです。はい、4時間足ですとこんな感じですね。まあ、ここで高値、こう、18円、19円あたりをつけて、一旦この13円台まで、あらら、落ちてきたやつが、またね、ガーッと上ってきて、一旦17円でストップ。で、ちょっと戻ってきているということですね。はい、これが1週間の動きなんですけど、ビットコインはね、なんだかんだ言ってね、こう、そんな落ちてないです。で、今、また250万とか来ていて、で他のは一旦ね、大きくこう下がって、なんとか戻してるっていう感じですよね。はい。まあ、リップルもね、20円台つけて、もうまた3プラス 30% ということで、だいぶ戻してます。で、カルダノはこんな形ですね。こんな感じですね。はい。だから、カルダノも結構急激に戻してる方だと思いますね。はい。ここでは 7% になってます。はい、これは日足です。このね、2.5 円あたりからずっと上がってきた形を見てるんですけど、まあ、ここはまだね、なんかこう、揉んでるだけっていう感じかな。そんな感じもしますね。大きく動きはしましたけども、はい、ここからね、なかなか上へ行くときは、まあ、ビットコインとかもね、もう270万とか、そのぐらいまで行っちゃうのかもしれないですね。はい、では、ツイッターの方見に行きたいと思います。はい、今日はこれかなと思いますね。コインポスト仮想通貨情報サイト、SBI VC トレード仮想通貨のテレビ CM 放送へということですね。ちょっと覗いてみます。はい、SBI VC トレード仮想通貨テレビ CM 放送へと。SBI の仮想通貨取引所 SBI VC トレードが12月26日より、もう今日ですね、日が変わったので、テレビ CM 開始することが分かったと。イメージキャラクターである鷲見玲奈さんを起用し、分かれば分かる暗号資産をテーマにバーチャルな世界観を表現する。ちゃんと暗号資産って言い方をしてますね。はい。で、こちらが SBI のツイッターですね。鷲見玲奈さん、すみれいな。すみ、鷲見じゃない、すみって読むのか。ああ、わしおいさこって言ったんで、それわしっていうものかなと思ったら違うのか。すみれいなさんですね。はい。じゃあちょっとこれ見てるか。はい。こんな方みたいです。はい。ちょっとだけ流してみます。トレーディングの世界は、未知の世界。わからないことも、たくさんあるよね。例えば暗号資産、はい、こんな感じです。CM に出演する、鷲見さんじゃなかった鷲見さんは、テレビ東京のアナウンサーとしてスポーツ番組やバラエティ番組を中心に活躍。4月からフリーに転向し、9月25日 SBI VC と SBI FX トレードがイメージキャラクターで、起用したと。広告としては、鷲見さんの看板広告を六本木交差点に提示。今回新たにテレビ CM を放映すると。じゃあ六本木交差点にもうあるんですね。SBI VC は当時のリリースで、鷲見さんの起用を通じてインターネット、SNS などデジタルメディア、テレビ、新聞、雑誌との媒体だから、デジタルメディアとか SNS、インターネットはまあ分かりますけど、テレビ、雑誌、新聞っていうところがね、すごいなと思いますね。はい、デジタルメディアを通じたマーケットの紹介や暗号資産、FX の疑問を解説するチャンネルを、制作予定としていると発表したと。いうことですので楽しみにしたいと思いますね。SBI ってなんかなんだろう、その北尾社長が有名ですよね。なんか新しいことをなんかどんどんやって、まあ今結構新聞には地方銀行をね、買収してみたいな話がよく出てきますよね。はい、楽しみにしたいと思います。はい、次ヒロさんですけど、リップルショックも収まり、体のは大きな上げ幅で値を戻して、ビットコインキャッシュを射程圏内に入れましたということで、ちょっと見てみたいと思います。はい、コインマーケットキャップの方来ましたけども、ビットコイン、イーサリアム、テザー、リップル、ライトコイン、ビットコイン、キャッシュ、カルダノと。で、今、ツイートで言ってたのがこれですよね。ここ、こことここが、まあ、ほとんど一緒ですよということですよね。で、この上はね、ちょっと80億、ドルと。
ここがまあ5000億ドル台ということで近いなということですね。で今7位ということなので、6位、はい、で5位はもうちょっと頑張らないといかないかなというところですね。はい、はい、あとコインテレグラフ日本版ですね。コインチェックが大口 OTC 取引で XRP の取引の一時停止を発表しました。日本の仮想通貨取引所リップルショックを受けた XRP の対応をまとめということで見てみます。はい、米 SEC によるリップル社提訴を受けて XRP を取り巻く環境は急速に悪化している。資産マネジメント会社のポジション清算を受けて、日本の仮想通貨取引所でも一時停止する企業が出てきているということで、さっきの SBI、FOB、D カレット、DMM、FX、タオタオというようにね、こういろいろ出てますね。はい、まあ、私はその FX みたいなのはやってないので、あまり関係ないかな。まあ、まあ、XRP 自体もいじってないのでね、はい、ちょっと関係ある人はね、注意された方がいいかと思います。はい、次、IOHK ですけど、12 Days of Christmas IOHK スタイルということで、12日間 IOHK が、IOHK がというか、IOHK の、なんか、なんだろう、紹介っていうんですかね、みたいのがあるみたいなので、ちょっと見てみますね。はい、日本語が出てますね。IOHK ブログ、これからの12日間に向けてと、英語の伝統的な数え歌になぞらえた過去、現在、未来、これを、まあ、12日かけて説明していこうというわけですかね。はい、4月24日の、4月24日、でもこれ、今、新しいあれだと思う、違うのかな。興味深い時代を生きられますようにとは、この激動の日々にふさわしい言葉でしょう。この数年の話題はディスラプションテクノロジーでしたが、その後訪れたコロナウイルスより人類はディスラプションの真の意味を悟りました。そして転換点となった2020年、これからの世界はこれまでと同じではありえません。でもここは年末にあたり未来に目を向けて、何か明るい兆し、新たな地平というものを眺めていきたいと思います。そこで古い英語の数えたクリスマスの12日間になぞらえて12人のメンバーに今年印象に残ったことを現在行っていること、そして来年楽しみにしていることを尋ねてみました。仕事熱心ですから体の話題が豊富でしょうが、彼らはまた休暇を楽しむのも大好きなんです。不思議なことに12日間の歌とは異なり、誰も梨の木に山、うずらや五個の金の指輪、10人を飛び跳ねている貴族については語ってくれませんでした。いずれも歌詞に登場するフレーズと、代わりにタコやセキュリティのヒント、そして古典的な詩が登場しますと、このアイデアがこれからの人生でいいことが起こることを楽しみにするきっかけになればと思います。ただこのクリスマス休暇の12日間、彼らがコンテンツチームやウェブチームを毎日ベッドから叩き起こすには忍びないので、12月25日から1月5日までをカバーするよういくつかの塊に分けて投稿します。これが最初の4人ですということですね。はい、ダンカン・コッツさん、テクニカル・アーキテクト、はい、の方の話、あとサイモン、トンプソン・シニア・リサーチ・フェローさんの話、はい、あとは、ダニエル・パテルさんというのかな、シニア・プロダクト・マネージャーさんの話、トランザクションの話が書いてありますね。はい、で4日目はアイ・カテリニ、パナゴリアなんとかリサーチャーさんですね。ステークプール、なんとかスキーム、はい、ということでね、ちょっとこれからのことも触れてるみたいなので、気になる方は読んでいただけるとね、来年に向けて、ちょっと見通しが立つのかなという気がしますね。はい、明日から、この方がねテレビで、出てくると暗号通貨かなと思って、ちょっと楽しみに、しております。はい、ではね、台に戻ります。はい、16.58 円ですね。14,012.9×16.58 で元本が10万円ですので、132,334円のプラスということです。はい、132.3% のプラスです。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。